この取り組みは JA 共済連愛知が毎年夏と秋の2回行っています。今日は朝の通勤ラッシュ時に名古屋市の地下鉄久屋大通駅周辺で職員およそ30人が袋に交通安全ポスターコンクールで金賞を取った小学生の作品が印刷された愛知県のブランド米愛一粒を通行人らに配布し交通安全を呼びかけました。21日からの交通安全運動の期間中、愛知県内では1人が事故で死亡していて、愛知県は引き続き事故防止を呼びかけています。